はい、こんにちは。今日は慶応大学の2021年今年出題された問題の大問5を見ていきたいと思います。問題はこちらです。原点 O を通り U ベクトルコサインシータサインシータを方向ベクトルとする直線を L とする。でシータはマイナス2分の π より大きく2分の π 以下と。で、括弧1、シータが2分の π でないとすると、で直線 L の方線ベクトルで Y 成分が正で大きさが1のベクトルを N ベクトルと置くと。で、点 P に1、1に対し、OP ベクトルを SU ベクトルプラス TN ベクトルと表すと。で、A をコサインシータ、B をサインシータとすると、S と T は A と B を使ってどういうふうに表せるかという問題ですね。まあ、とりあえず、括弧1からやっていきましょう。状況を整理して図に表すと、XY 平面上で、まあ、原点が上がって、こう、単円があるよと。で、直線 L っていうのがこうあって、この角が θ ってことですね。で、今この大きさ1のこのベクトルが cosθ、sinθ のベクトル。つまりこれがこの u ベクトルですね。u ベクトルはここのベクトル。で、これが直線 L で、で、点 P っていうのが1、1ですね。ここにあるよと。で、あとは、この方線ベクトルっていうのを考える。これに垂直なベクトルがあるんですが、こっち側とこっち側と2つ考えられますけども、y 成分が正の方ということなんで、こっち側のベクトルですね。つまりここが90度ですよと。このベクトルを n ベクトルと置きますよと。で、OP ベクトルをこう表した時の s と t を表してくださいねということですね。ということで、まあ、u ベクトルっていうのは、コサインシータ、サインシータですよね。で、N ベクトルはどう表せるかっていうと、このベクトルに垂直なベクトルなので、これ内積が0ってことですね。これとこれかけて0。ということは、マイナスサインシータ、コサインシータと。こう置けば OK ですね。これかけるこれとこれかけるこれ足したら0になりますよね。で、大きさが1ですよ。ということで、これで OK だな。あとは y 成分が正なので、cosθ は今この範囲なんで正になっていて OK だと。ということで、n ベクトルはこういうふうに置けますよと。で、今 OP ベクトル、この11っていうところをこう表したとき、つまり OP ベクトルイコール s 倍の u ベクトル、今 cosθ を a、sinθ を b で置いているので、ここ a、b ですね。a、b ですよと。プラス t 倍のn ベクトルなんですが、ここ b、マイナス ba ですね。これですよと。こう置いたときに、s と t は ab を使ってどう表せるかってことで、今 p のベクトルっていうのは11ですよね。ですので、こう表せますよと。で、これを解いていきましょう。つまり sa マイナス tb イコール1。それから sb プラス ta イコール1と。これが成り立っているよと。で、これを解いて S と T を求めてくださいね、ということですね。ですので、まず S から出していきましょうか。上を A 倍しましょう。そうすると SA2 乗マイナス TAB イコール A ですね。で、下を B 倍しましょう。そうすると SB2 乗足す TAB イコール B と。で、これで足すと、ここが消えますね。これ足すと A2 乗足す B2 乗。イコール A たす B と、こうなりますよと。で、A2 乗たす B2 乗っていうのは、コサイン2乗たすサイン2乗ですので、ここ1になるよと。これが消えて、結局 S っていうのはこの式ですよと。S イコール A たす B になりますよということで、ここは A たす B。で、あと T の値はここに代入して求めると、出ますよと。これ計算すると、A-B になります。で、ここは A-B と。ということで、括弧1はこれでおしまいです。続いて、括弧2ですね。点 P11 から直線 L に垂線を下ろし、直線 L との交点を9とすると。で、線分 PQ の長さは θ が何とかの時に最大となるといった問題ですね。ですので、P からこう垂線を下ろすよと。で、ここが Q ってことですね。で、これ垂線ってことは、これはこの Q の点なんですけども、この N ベクトルに平行ですよね。この n ベクトルに平行なこのベクトルとなります。pq ベクトル。今 op ベクトルっていうのは、
SN ベクトルプラス TN ベクトルっていうふうに表しましたね。S がこれ、T がこれということでした。なんで、今、このベクトルとこのベクトルを使って P ベクトルを表したわけです。で、今 OP ベクトルっていうのは SU ベクトルプラス TN ベクトルになってるんですけど、この OQ ベクトルっていうのは、つまり、これですね。これが OQ ベクトルということになりますよね。つまり OQ ベクトルがこれ。で、こっから、これ N ベクトルの T 倍を足したものですよ、ということで、ここから、原点からスタートして、ここまで、Q まで行って、で、ここの T 倍の N ベクトルを足しているのが OP ベクトルですよ、ということを言っているので、この SU ベクトルっていうのが OQ ベクトルですよ、と。で、S っていうのは A たす B なんで、つまり、これは、A たす B の、U ベクトル。これが OQ ベクトル、ということになります。で、これの、今、括弧2で求めたいのは、PQ の長さですので、今度はこっち側ですね。あ、こっち側ではないですね。OQ ベクトルがこっち。で、こっち側が、このベクトルですね。PQ ベクトル。これが PQ ベクトルと。OQ まで行って QP ですね。QP ベクトルということになります。ですので、今、これ PQ の大きさってことなんで、QP のこれの大きさを求めれば OK と。つまり、TN ベクトルの大きさですよと。ということは t の大きさと n の大きさですよと。で、n ベクトルの大きさっていうのはこれ大きさ1ですので、これは t の大きさですよと。で、t って何だったかっていうと a-b ですよと。いうことでこうなりますと。で、a と b って何だったかっていうとこれですね。cosθ-sinθ。これ絶対値取ってるので、まあ sinθ-cosθ の絶対値としても OK で、これは合成すると √2sinθ-4/π ですよと。で、こうなりますよと。で、この部分なんですが、シーターは今この範囲ですので、シーターマイナス4分の π っていうのは、マイナス2分の π 引く4分の π ですので、マイナス4分の 3π より大きく、2分の π 引く4分の π だから4分の π ですね。以下になりますよと。なので、個単位円で考えて、マイナス4分の 3π、ここからここまで。この範囲ですね。からここまで、この範囲で考えた時のサインが、これが一番大きくなるところっていうのは、これ絶対値取れるので、ここですね。ここでサイン、マイナス2分の π の時にここがマイナス1になって、絶対値取ると1になって最大になりますよね。で、ルートになります。つまり、θ マイナス4分の π がマイナス2分の π になるところ。つまり θ は、マイナス4分の π の時ですね。ということで、θ がマイナス4分の π の時に、最大となりますよ、ということが言えます。これで括弧にはおしまいです。続いて括弧3ですね。さらに、点 R-3、1から直線 L に垂線を下ろし、直線 L との交点を S とするよ、と。つまり、マイナス3、1ですから、マイナス3、1、まあ、この辺に点があるわけですね。この辺の点から、こう、垂線を下ろすよ、と。で、この点を、S としますよということですね。でここの点が、R ですよと。R はマイナス3、1ですよということですね。で、QS、この QS ですね。線分 QS を1対3に内分するここの点を T としますよと。で、この T が、まあ、θ がこの範囲を動くときに、この XY とした時の軌跡を表してくださいねということですね。まあ、まずは、S、このベクトルを出していきましょう。OS ベクトルですね。なんで、さっきと同じように、このカッコ1と同じように、OP ベクトルをこの形で表しましたね。これと同じように、OR ベクトルをこの形で表していきましょう。つまり、OR ベクトルを、まあ、S'U ベクトルと T'N ベクトルと、まあ、こんな風に置きましょう。同じように表してあげて、で、これが今 OR ベクトルですので、OR が今マイナス3、1ですよね。マイナス3、1ですよと。で、これ U ベクトルっていうのはこれですよね。で、これは A、B ですね。ここは A、B。つまりここが A、B。で、N ベクトルはこれ。で、マイナス B、A ですね。で、つまりこうなりますよと。で、これを解いてあげれば S ダッシュ、T ダッシュは A と B を使って、まあ、各地と同じように表すことができますよと。で、これ解いてあげると、ちょっと計算は省略しますけども、
S ダッシュっていうのがマイナス 3A プラス B になって、 P ダッシュっていうのが A たす 3B になるんですね。ということで、OR ベクトルっていうのが出ますよと。こんな風に出ましたよと。つまり OR ベクトルっていうのは、S ダッシュの、この形 U ベクトルたす T ダッシュ N ベクトルと表したときに、 S ダッシュはこれですよ、 T ダッシュはこれですよと、こんな風に表すことができて、あとはさっきと同じように、つまり OR ベクトルがこれですよと。で、これは S ダッシュ T、 S ダッシュ U ベクトルっていうのはこの U ベクトルに対して、K 倍ですよ、つまりこの長さですよと。 OS ベクトル、これが OS ベクトルを表しているわけですね。ここからこの長さ、長さってこのベクトルですね。OS ベクトルはこの U ベクトルにの S ダッシュ倍ですよと。で、足す T ダッシュ N ベクトル。ここからさらにこのベクトルですよと。この N ベクトルに対して、T ダッシュ倍したものですよと。ここの部分が SR ベクトルを表してますよと。こんな風に表すことができますよと。ということで、OS ベクトルはどうなるかっていうと、S ダッシュ U ベクトルと表せますよと。つまり、これかける U ベクトル、これですね。と表せますよと。ということで、OS ベクトルを表すことができたので、あとは、これ1対3に内分する点が T ですよということで、OT ベクトルっていうのは、OQ と OS を1対3に内分するわけですから、1対3ですので、4分の、1かける OS ですね。プラス3かける OQ ベクトルと。こうなりますよね。で、これを計算してあげれば OK と。これが OT ベクトル。これを XY と置いて、軌跡を求めていきましょうと。まあ、とりあえず式を出していくと、OS ベクトルは今これですよと。今、これですね。マイナス 3A たす B。これの U ベクトル。たす3倍の OQ ベクトルっていうのはこれでしたね。S っていうのはこれ A たす B。A たす B の U ベクトルですよと。ということで、これ計算すると、マイナス3が消え、マイナス 3A が消えて、3B 足す B で 4B ですね。4B で4分の1するので、BU ベクトルと、こう表すことができます。つまり、U ベクトルの B 倍ですよと。で、じゃあ今 U ベクトルって何かって言ったらこれですよね。で、B って何かって言ったらサインシータでしたね。で、これに戻してあげると、これは結局サインシータかける、コサインシータ、サインシータですよと。こうなって、これが、この XY だと。つまり、X はサインシータ、コサインシータですよ。Y はサイン2乗シータですよ、ということになります。で、これを解いていきましょう。X がサインシータ、コサインシータ。で、これは、ということは、これは、2をかけると、こうなって、2サインシータ、コサインシータ。これはサイン2シータですね。で、こっちはサイン2乗シータ。y はサイン2乗シータなんですが、これっていうのは2分の1マイナスコサイン2シータですよね。だからこれ2倍するとこうなってこうなりますよと。で、こうなるので、コサイン2シータイコールの形にすると、あ、こっちサイン2シータですね。コサイン2シータイコールにすると、コサイン2シータイコール1マイナス 2y になります。1マイナス 2y がコサイン2シータ。ということで、サイン2シータとコサイン2シータの形にすることができました。で、これ2乗して足すと1になりますよね。これ2乗足す、これ2乗が1。ということで、2x の2乗足す 1-2y の2乗は1ですよと。で、あと範囲が求めなきゃいけないんですが、今回は軌跡の方程式だけ求めなさいってことなんで、まあ、これを計算すれば OK ですね。4x2 乗プラス1、マイナス4。y プラス 4y2 乗イコール1ですので、これ1が消えて、ここは0になって、あと4で割ると、こうなりますよと。ということで、まあ、この値は x2 乗プラス y2 乗マイナス y イコール0というのが括弧3の答えになりますよと。で、最後括弧4ですね。pq の2乗足す rs の2乗の最大値は何とかであると。で、これは、あとは、計算していくだけですね。今、PQ っていうのはこれですね。PQ。これの2乗。つまり TN ベクトルの大きさの2乗。T2 乗の N ベクトルの大きさの2乗ですよと。
それから RS っていうのはこれですよね。足す T ダッシュの2乗の N ベクトルの大きさの2乗ですよ。これの最大値はと言ってるわけです。で、N ベクトルっていうのはこれ大きさ1ですので、ここは1ですよと。まあ、つまり、これの最大値は何ですかと聞いてるわけです。で、T っていうのは、これですね。A-B の2乗。足す T ダッシュっていうのはこれですので、こうなりますよと。で、これの最大値はってことなんで計算していきましょう。A2 乗をマイナス 2AB プラス B2 乗。プラス A2 乗プラス 6AB プラス 9B2 乗。で、2A2 乗マイナス、あ、プラスの 4AB プラス 10B2 乗ですね。で、ここで A と B っていうのはコサインとサインですので、あ、ここ A2 乗ですね。戻してあげると、ここが2コサイン2乗。足す4サインシータコサインシータプラス10サイン2乗シータと。で、これサイン2乗とコサイン2乗で、これ2個分、プラス2になりますね。これを2個出すと、ここが8になるよと。で、これ2個分出すと、2コサイン2乗足すサイン2乗になって、ここが消えて2になりますよね。こうなりますよと。で、あとは、サインシータコサインシータにしましょう。つまり、これ2かける、2サインシータ、5サインシータなんで、サイン2シータですね。で、ここは、これが2分の1マイナスコサイン2シータですので、8倍すると4括弧1マイナスコサイン2シータですよと。つまり、これとこれとプラス2ということになります。で、結局整理すると、2サイン2シータ、それから、マイナス4コサイン2シータプラス6ですね。こうなるよと。で、あとはここで合成して、これ2乗足すこれ2乗だからのルートだから、4足す16で20なんで2ルート5ですね。2ルート5のサインの2シータマイナス、プラスアルファとして、プラスの6と。こんな風になりますね。こう合成しましたよ。で、これ 2θ は計算すると2倍するので、マイナス π から π までの範囲になりますよと。2θ プラス α っていうのは、マイナス π プラス α から π プラス α までの値。ということはこれ一周ですよね。マイナス π プラス α、まあ、どっかあって、どっかの値からそこから一周分ですよと。これ結局一周分、ここからここまで一周なので、一周分になるので、つまりこれが、最大値はって聞いてるんですけど、これが最大になるときって、これは結局マイナス1以上、1以下の値を取るので、ですので最大になるときっていうのは1ですね。1になるとき最大。ということで、最大値は6足す2ルート5。2ルート5足す6と。いうことになりますよと。ということで今回はおしまいになります。はい、以上になります。ありがとうございました。